おー、クズ。早速ブス3号から始まってますが、ブス3号スタートで始まっております。5月20日集まれ動物の森、家働け動物の森、やっていきたいと思います。株価いくらかな。あ化粧濃いトップ2がうちのスタートになりましたが、トーストが今日も送られております。リポップも送られてます。ありがとうございます。飯にします。今日の2ヶ月目、あーそうだね、そっか、そうだね、発売から経ちましたね。ハッピー。そうだ、12位はカニザ。さて、あ、そうだ、エレキソング買ってたな。今日はメール届かんかったな。おお、おるやんけ。なんかお前よくここにいるよな。何枚溜まってたかな、引き換え券。まずはエースで、多分ね5枚は溜まってねえんだよ。ラグか。えん、ラグはいいんだよ。ほんと壁紙もちょっと実用性のあるものが欲しいんだけど。壁紙の癖が強いんだな。トーストがこれ後でいきましょう。フレンチトーストにしよう。引き換えて壁紙。何の壁紙？火山洞窟の壁。また癖強そうだな。ホワイトハート、桃色チェックキルト、青色ラウンドマット。S 引き換え券なんだったかな。あ、そうだ、もう買っとくか。壁も買っちゃう。はい、どうぞ。稽古部屋、稽古部屋ちょっと使えそう。あ、これ持ってなかったっけ。自己直アソート、なんか見たことあんな。なんか初めて屋外じゃない壁がもらえた気がする。カービィ64の4面に出てくるやつじゃん。あの下から溶岩と走るビャーってなるやつ。稽古部屋、あー、まあこれはまだまだ使えるな。うん、臭そう。これな。甘そう。床はいいんだけどね。アソーターなんか見たことあるな。しっくり、おお。ピクニックって感じ。あー、なんかアホな女が引いてそうだ。
ああいいねシンプルだ。エレキ入れるか。きたエレキソングいいね。自慢者だっけ。あー全然なかった。じゃあいいや。やっとローランから使える壁紙がもらえたな。使う予定はないけど。株か株か。まあね、今回は多分波じゃないから。でも変化は見逃しがないかな。ドケブス。かわいいカバン持ってたわ。ブスとか言うの。あれめっちゃ高いコンポじゃない？あの、ブスの家にあった。今日の株価は？あー変調したな。変調したけど、まあ少なあ、これ3期じゃね、これ3期な気がする。3期の上がり方じゃないこれ。3期っぽいよね。なんかね、なんか4期じゃない気がするな。ワンチャンあるでこれ。少なくとも今から3期っぽい上がり方してる。高級コンポマジで高え。高すぎだろ。フラミンゴもあるわ。フラミンゴなら盗めそうだよな。リフォームの時に置けるいいやつもあるじゃん。タンクレストイレ8万はやばいって。多分3期だからね。明日ちょうど集まりできる最後の日だから、22、3はできないからちょうどいいかったかも。今編集しようかと思うな。よし、いい感じだ。またなんか書いてある。おさえも誕生日のちょっと多いな。5月、噂をすれば誕生日の、まあ、大作さんついしたら。5月誕生日多いな。お、3期型来たらマジで熱いぜ。熱すぎる。激アツだね。あ、そういえばこんな常吉来ないわ。よいしょ。マネだ。上がりだったんだよ。いつもリーダーズらしやがる。雨降ったから、あ、増えてんね。白か。あ、黒、黒バラ。黒バラ増えてきたね。この大きさは何だろう。ブラックバスの、あ、そうだ、デリ見てね。ね。木材、クローゼット。買い取ります。あ、チャプあるね。このかっこいい釣り竿で取ってやるぜ。これは、ね、雑魚だな。長靴がどうやって反応したんだ今のに。石を持ってんのか。まあ、DIY の対象だから許してやるか。早く獅子落とし作りたい。
釣り竿はカラフルでも可愛いのにな。うん。ネオンテザーか。おいかなと。ゴミいっぱい集めるとレシピ開くからな。ゴミでもクズでも使い道あるってことだ。おわエンジああ、まあまあまあ、もうカエルも釣ったしもはや荘厳そそら感じんな、このカブたちは。もうお前らが1000万いくらになるかもしれんじゃん。この株が全部5倍になる可能性がある。あれは多分鈴木だけど追い詰められたシジミがあそこで泣いてら でかくいなのか、気のせいか。でかいな、ちょっと死んだ顔。あれめっちゃ見たいかな。でかすぎんだよね、鈴木が。でかすぎんと思わんか、鈴木。一攫千金できたら先週の負けもそうなんですよ。先週は負けっていうかね、勝ったけど無駄にしたなって感じ。負けてはいないんだよな。うわ、持ち物が貝ばっかりになる。先週は50万勝ちかな、多分。今回勝ったらえぐいで。インスタ映えしてんね。アンチュビ桟橋ね。お、いるね。ちょっとしかもいい大きさ。うわー、浪人かシーラなんかな。いや、一発目は心眼使いづれんだ。で、あ、レアだったな今のは。今のタイミングで釣れんのはレア。浪人かな、あの大きさ。シーラだったらちょっと悔しくて引きちぎりそうになるわ。浪人か。浪人ならまだね。5、6、7、7、7。あ、もう邪魔、アサリが。7、5、6、7、8、9。あ、でもったね。鈴木だったら今のタイミングで釣れてる。浪人かな。シーラーもっとでかい。特大、2万出して。浪人もそこそこ高いしな。うめれ隣なんだから。人の視野はもっと広いはずだ。本当に人かな。考察要素もあるね。半秒回れてるわ。化石何個だっけ。2個か。あと2個。
品出ないかな。出ませんでした。今日はうんこ出るかな。お通じ待ってるやつみたいな。誕生日用にうんこをストックしてきたな。ボンの誕生日用に。ここなどうしようね。この池がちょっとここが狭くなっちゃったな。どうしたもんか。この木が門みたいになってちょっとずれてくる。いくらだ。1万。まあまあまあ1万の得よ。いか2ヶ月で1回しか出してないってマジ。もう体の中全部うんこになってそう。なんかそれで死んだ人いたよね。うんこ出なさすぎてもう胃の中までうんこが侵食してきて死んだ人。中国の女の子だな。そんな人いてくれます。はーい。直射破裂したんだっけ。うんこ出なさすぎて。そんなに出ないもんかね。もうなんかね、セメダインとかでくっつけないとそうならなそうだけど。恐竜の絶滅の原因の施設に便秘があんの、マジで。なんかね、 T-Rex は痛風だったみたいな。そんな面白い絶滅の仕方ある。ブルゲか、釣れちゃった。急に未確認飛行物体の映像の話になったね。出たね。なんかそういう情報がちょっとギャチに来て始まってんだよな。もうフィクションじゃないかな。痛風だけにトゥーフールだね。これは審議が必要ですね。4つ出た。また可愛いバッグも食べてる。これでも鎧のことを来月。そうなんだよね。誰もポケモンやってないけど、まあ俺もそうだけど。いつっつったっけあれ。6月のもう6月7日とかじゃなかったっけ。いつだったっけ。もう6月だもんな。あれ消防士のやつ30。あでも実質7月か。消防士の帽子、犬のつけ花、ワンワオ。レーサーの服、へえ。あカジサック用に買っとくか。ツカサック用に買っとこうかな。ジャージ、ジャージの下
とかあったよね前。買ってなかったな。つかさくん買っとこう。とりあえずジャージか。はい。白のなあのタオルもあるしな。せやな。ちょっと変わった？ちょっと新しい生活だったかも。衣替えですよもう。衣替えというか急に暑くなりすぎだけどね。なんでだろうもできない。今の子供わからんやろなんでだろう。季節ごとに用意されてるっぽいの。はいどうも。今日つかさくでお送りします。あそっか。あ同じ？じゃあいい。じゃあいいや。同じのしかもらえないダメか。うんこ出るかな。うんこガチャ。スミロドンプテラウヨクムセロプス。あーノーうんこでフィニッシュです。ダメだった。まだ5なってないな。どうしよう。まだアイテム欄余裕あるし、釣り行きますか。今なんかメガネしてなかった？お、メガネしてる。メガネしてる。似合うじゃん。メガネしてんじゃん。タレオツ。お、ビンだ。伝説の職人タケルから。FF じゃない、ドラクエ9みたいだな。ドラクエ9の。ケトルベル。何それ。ドラクエ9の地図みたいな。何これ。あ、これケトルベルって言うんだ。あれでしょ、あの筋トレのやつでしょ。ケトルベルって言うの。へえ。ここの橋どうしようかな。まあ景観嬉しい。なくすか。あ、落ちた。ダンベルのベルなんだ。はい。とりあえず作るぜ。これで起きた。ああいいね。痛いなぁ。シールって5月これからも釣れるのかな。うん、トイレたそばからしばかれたアサリの気持ち考えるとある。大しては脳ないし気持ちもないんじゃない。何も考えてなさそう。これリアルの釣りはワカサギ釣りぐらい。そんなでかくないな。
ですよね。これはまた上野さんが一緒だよ。今見てるもんだって。しかずれない。さばくぞ。三枚に下ろすぞ。続きの統一できてね、もうあんこなんだよな。またこれも、まあ、ワンチャンローに。タイだった。それではこちらをさばいていく。俺気まくれクック遊戯王の動画しか見たことないんだよな。逆にさばく方俺見たことないんだよ。遊戯王の方見たことあるんだよ。なんか開封動画に混ざって出てくるから。なあ、これも鈴木の大きさな。あ、嘘。うわ、レアだった。マジかー、レアだー。マジかよー。絶対じゃあ今のはじゃあシーラじゃん。マジ心眼調子悪いな。使ってたのにな。マジでシビアだからな、つもりの釣り。マジ鈴木の貫通になったわね。え、あと一回休んでくれれば5で確実だったね。んだ、機嫌悪いぞ今俺は。何、変なものだと承知しなかった。うんこー、機嫌治ったわ。株価なんだろうな。あれ、あー4期か。ここで下がるってことはね、4期だなこれ。まあいいんだけどさ、4期でも。ここで下がんのは多分4期だな。残念。3期こんな。24,570あります。3期こんな。みんなあんな来てんのにな。逆に自利品も来てないからね。逆に自利品が一回も来てないのは行幸かもしれない。自利品の後が来やすいからな。お、挨拶してんね。ぴょいぴょい言ってないけどもう。ブスでくせえとかもう何なんだお前。あ、ちょっと待って、何この花。え、あー、これかコスモスか。あ、花ってあれなんだ、これオレンジだよね。オレンジだから白と黄色でできたのかな。花って他の種類でも遺伝すんのか。へえ、
だよね、このオレンジだよね。オレンジだってないから。へー、そうなんだね。お前高くなかったっけ。うん、赤と黄色でも離れとるぞ。この斜めでも遺伝すんのかちょっとわかんない、勉強しないから。はい、切ったね。かわいいバッグ持ってんのみんな。あ、斜めでも遺伝するんだ。へえ。これ3点とかになったっけ。おー高い。1マス開けて、あーだからあれか、なんかひし形みたいにやればいいのか。はい、30分あるのか、何しようかな。町回ったしな。町じゃねえ。あ、そうだ、あの橋、あとそうだ、うちのあれしよう、外装を整えよう、和風にしよう。あ、 あと住民に縛られてるとこやれば獅子落としとかね、欲しんでるかもしれないし。今日は住民と話そうかな。マイホームリフォームした。君だけのお家を作ろう。洋瓦か、洋瓦はな、石は違うんだよな。かやぶき、まあかやぶきなんかな。あ、壁はよくある壁。青い枠のよくある壁。ちょっと洋風が多いんだよね。漆喰かな。石か、石だと洋風になっちゃうんだよな。あー、でもこの色はいいかもしれない。深い色で漆喰かな。攻め込まれた時心配じゃない。誰が来んの。なんとドアいっぱいあんね。ドアいっぱいある。おおー、いいね。あ、でも和風のドアもある。あ、和風のドアかな。和風。あ、ち、あ、ドアが結構多いんだな。へー、和風だと蔵っぽいよね。ちょっとね、これ蔵なんだよな。よりは格子かな。あー、これいいんじゃない。壁がちょっとしっくりこねえな。しっくりなのかな。大きなポスト、あー、ポスト微妙だな。やぶみとかにしとくねえかな。木が一番それっぽい。むしろこれぐらいがいいのか。
あのこれかな。うーん、アカシック。あ、こうなると屋根がね、あーあー、でもまあ色はこれだな。うん、これにすっか、赤黒で深緑がね草っぽくていいんだけど、うーん、俺っぽい色ではある。うーん、好きな鉄のドアなんてあるんだ。これだったら赤いドアとかもあるかな。赤い腰、黒、あー黒かな。うーん、瓦屋根、うーん、これぐらいがいいのかな。これにするか。なんか違うんだよ。これかな。ポスト。あー、赤い木のポストもあるんだ。シックな木のポスト。ここ黒にしたいな。夜とかも帰れんの？あ、ほんとだ。夜。あー、もう俺夜やんねえしな。これにすっか。どうしても壁がね、昔風すぎるから。武器屋根か。うーん、瓦、洋瓦は違うんだな。うーん、壁はでも漆喰が一番いいんだよな多分。全部洋だから。うーん、石はもっと違うんだよな。これすっか。じゃね、こいしょ。どうぞ。白川郷っぽいのがいいんだよね。いいね。が記憶を入れました。後で感謝。トーストもいっぱいだ。5000ベルでやってくれるなら全然いいね。うらあ、甘えちゃった。そもそも家の形が洋風だしな。石台一匹でリフォームできたらどんだけいいか。
よし。うわ、地形。せっかくだし、話しとこう。あちこち帰る。おめえが汚ねえんだよ。オオカリ、石油話。うん、そうだね。素敵な場所でやってほしいね。汚いからずっと家にいてほしいわ。爬虫類にどうやって飲みつくんだ。汚いよな。なんか結構住民が外出てる。あ、いるね。オサイがいるね。すやすやで笑った。ジュース持ちながら寝てる。器用だな。エースみたいだな。エースみたいでやんした。ここだよっけ。区画整理したから誰なのか分かんなっちゃった。あ、風邪ひいとるやん。やばいやばい、時期的にやばい。時期的にやばいネタだぜ。こっちを見とこう。濃厚接触。ペンギンも風邪ひくんだな。お、しばいてる。てか毎日初めて入ったけどいいな。ドクロだ。黒に染まってる。すげえ。座布団のやろ。あー持ってんな。これ持ってるよね確か。やっぱ知ってるよ。いらないいらないいらない、もうシャクサイ。座布団の山がブームになるやつのか。ギターもやってんね。ライドハンド奏法、アンプもあるね。黒に染まってんじゃん。薬買ってきてやるか。こいつマスクも黒いよ。黒マスクなのやんな。あ、ちょっと薬はアウトドアジョーロかっこいいな。アウトドアパチンコめっちゃかっこいいんだよな。薬、お薬の時間だね。あの黒いマスクってなんで黒くしたの？オタク向け？どうぞ。お大事に。多機能ベストもらった。やった。かわいい寝巻き着てんな。釣りにいいかも。機能性重視してんな。さて、家の周りやるか。
あ、ちょっと待って、あれデイリーもらったね。ベストがペストに見えて病気された。滝のペストはもう終わりなのよ。マイル交換で、あ、これ初めてじゃない？初めてだ。洋風の策もあるんだ。どっちかっつうと洋風の方が多分やりやすいんだよな。もう和風で走り始めたからもうしゃあないけど。どうしよっか、これも買っちゃおうか。井戸と、シンプルな井戸。凝った井戸とかあんのかな。露天風呂、ここら辺凝り始めたらマイル足りなくなるんだろうな。ヒーローロボ、街灯、小路、電柱、ここら辺はちょっとね近代的すぎるから、とりあえずいいから。なんでサッカーゴールがあってさバスケゴールがねえんだ。まあ、それかもしくは俺んちの周りだけ本当に和風にして他は現代風にしちゃうっていうのも面白いかもね。ロボ買って、ロボ欲しいね、買ってよ。クソガキもいるね。メガネ、あーこれはただの黒縁メガネだもんな。怖い歌。なんか闇感じるな。怖い。覚えよう。露天風呂石とか出てきんのかな。シンプル井戸、洋作、座布団の山はもう知ってる。怖い歌と井戸いいな。部屋の一個それにしようかな。温泉の色変えられる。水質みたいな感じで。あ、そう、ディアウスだから。ものですね。え、うわ、これって、マジしまえないの、邪魔、なんで。どういうことだよ、なんかそういうとこあるよな。どういうこと、そういうとこあるよな。売るしかないんだ、めんどくさいね。露天風呂、あ、スコップを使うの。へえ、ああ、あれか、だから温泉掘るとこからスタートってこと。あ、これもスコップいるんだ。へえ、ジョセフ刺さりそうだな。サクサク。
細かいね。これもな、低い庭石とかね、この庭石シリーズが欲しい。枯れ山水作りたい。柵はどこだ、あった。洋風の柵、墓地っぽいな。墓地あるしな今回。闇深ポイント、3つあればいいかな。このいらないかもしれない。いやでも結構いるよね。よし、30足りるかな。一部屋墓地っすか。怖怖い曲手に入ったしな。ほなら柵立てできますよ。墓地が濃い、歴がよう回る。遊戯王プレイヤーもいるわ。よいしょ、あーぶつかっちゃうな。フルーツが欲しいね。あったかな。でも墓地のもね、 DIY なのかな。確か桃があったはず。あった、いっぱいあった。公式でホラー島作ってきたんだ。はい、公式って何の公式か分からんけど。そしたらで食べて、もうスコップ終わるの早ない？柵もなんか足りないっぽいし。ここら辺かな。うん、そうだ、これいけんのかな。スコップは褒めてあげなきゃすぐ壊れる。そんな新人社員みたいな。いいんじゃないの。あー逆に白っぽくすんのもありかもな。もう石とか瓦にしちゃって白っぽくしちゃうのもいいかもしれないな。いいんじゃないの。ここにもう一本竹欲しい。この木は金のなる木なんで切れません。で、こっちに露天風呂と枯れ山水を作って、いいね。竹どうしようかな。これかな。これをじゃあずらすか。あ、竹一本あったわ。ちょうど一本ありました。これ生えるかな。あーもうないんだった今。でもやっぱり枠がちゃんとなると結構いい感じだね。
あれか、木か。作りメス。井戸はなんか隅っこに作ろう。意味深な井戸。もう今井戸とかも作っちゃうわ。いっそ。アンドンもね。畳も敷きたいけど、まあまた今度かな。地道に作っていこうぜ。あ、待って、石が足りないかな。作れるかな。足り、全然足りねえな。まあ石持ってこい。シンプル井戸。石あっ、で腐るほどあるわ。シンプル井戸ザベストじゃん。生えるかな。ギリな。あー、ダメそう。ダメだよね。ここなんだよな。でも感覚的にはここに井戸作って、え、こっちか。結構でかい。あ、結構でかっ怖えなー、ここ。夜中行ったら怖いぞ。崖広げるか。思ったよりでけえ。いいねー。ああ、もうちょっといいんじゃない。いい感じ。源泉かけ流し天の湯。ここなー、オーシャンビューみたいよな。どうしよう。あ、そうだね、温泉の下石畳引いてからならあれか、いけんのかな。そしたらここの崖を増やしちゃいますっけ。工事モードオン。クリアランス取得中。ズーン。でこうして、うんち、バイバイ
シールを賞にしてるガキもいる。で、ここを削ってやればああいう感じね。よし、これ怪我することあるの？あるよ。ゲームオーバーあるからね。ハードコアモードだから。よし、こことかにもやりたいな。ここなら多分入れる。ここの密度をちょっと強くしたい。ここの竹とか多分いらないから、やっちゃうか。やれるうちにやろう。竹林もね、ここにファーって道作って、こっちにも一応道を作りたいから、またちょっといろいろずらすと思うけど。ここは植えれる。よし、お、いい密度だ。いいね、いい感じ、いい感じ。わあ、いいじゃん。石畳やって。あ、いいじゃん。いいじゃないですか。よーし。そしたら今日はこれで終わりでーす。ありがとうございました。それでは、今日はね、20時からジャンタマ公式チャンネルにて、テンクス、やりますんで、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。